この記事は、アメリカ合衆国の社会保障システムの変革の所定案に関わる。社会保障の計画は、正式には、それの3つの部分に関して、老齢、遺族、疾病保険と呼ばれる。それは、基本的には収められた給与税を通じて積み立てられる。2015年の間、230億ドルの年間乗与金をもって、9200億ドルの収入に対して、 8979億ドルの合計利益が支払われた。930億ドルの利息を除いて、その計画は700億ドルの現金赤字を有する。社会保障はおおよそ、その計画からカレアの収入の50%かそれ以上を受け取る、既婚の配偶者たちの53%並びに、未婚の人々の74%を持った、年配の収入の40%を表す。 一人の受益者に対して2.82人の勤労者であるところの1億6900万人と見積もられる人々がその計画に支払い、そして6000万人が2015年に利益を受け取った。ベビーブーマー世代の高齢化、続くと見込まれる出生率の低下、及び平均余命の増加に,によって生じる受益者あたりの勤労者の比率が下がるにつれて、 その計画による長期の積み立てが困難に直面するに、従い、いくらかの主張をもって、改革の提案は、回り巡り続ける。2011年に、現金計画収入を超えて、計画は支払い始めた現行の法律のもとで、明らかにこの不足額は続くと見込まれる。社会保障は、1937年に始まった、徴収以来からの給付よりも、 おおよそ2.8兆ドル以上の給与税と利息を集めてきた。この繰り越しは社会保障積立基金を意味する。その基金はアメリカ合衆国政府の完全な信頼及び保障による裏付けの非市場性の米財務省の保障を含む。その計画からの基金の借り入れは2015年12月現在における合計18.9兆円の国家債務の一部をなす。 利息によって、おおよそ2.9兆ドルのピークまで達する2020年末を過ぎて、積立基金は増大し続ける。社会保障は、積立基金が存在する限り、その計画の積立を満たすために、給与税と併設される他の政府の財源から量を引き出す法的な正当性を有する。しかしながら、給付は、給与税税収よりも多く、そして期間にわたる、 利息収入は2035年まで積立基金を弁済するだろう。それはそれ以降の給与税の現行の徴税は、その計画の積立に利用できるだろうことを意味する。もし改革が実施されなければ、現行法規のもとにある解決の手がかりとなる一定の意味合いがある。バラック・オバマ大統領は民営化に反対したと同じ、ものである貯蓄あるいは退職年齢の引き上げ。しかし、 その計画の基金を助けるような社会保障給与税に従属するところの保障額の年間最大総額の引き上げは指示した。加えて2010年2月18日にオバマ大統領は両党派による財政責任と改革に関する国会委員会の創設を義務付ける行政命令を出した。その委員会は社会保障の持続性を確実にする重の特別な 勧告をした。連邦準備委員会の議長のベンバー南期は2006年10月6日に言った持続不可能な私たちの退職計画の改革は優先すべきである。彼は付け加えた遅れることなく早く改革に着手する命令は重大である。現行の法律のもとでそれが存在するときにそのシステムを維持するのに必要な増税。 または、支給の切り詰めは、そのような変革の遅れの引き伸ばしを著しく、高額にさせる。例えば、2016年の間の給与税の税率の15%への増税、または19%までへの支給の切り下げは、その計画の予算上の関係する、不明瞭さに手をつけるだろうもし2034年までに変わらなければ、これらの総額は順に16%と21%に、 増える。2015年の間に、米議会予算事務局はいくつかの改革の選択肢の金融上の影響に関して報告をした。2015年から2085年にかけての社会保障の税収と支出の CBO による予想。現行放棄の下では一度社会保障信託基金が使い果たしてしまう2030年あたりに始まる。 計画の給付が始まる中で29%の引き下げが必要な、その支出は歳入を上回ると予測される。社会保障から退職者に対する賄う勤労者の割合アメリカ合衆国の社会保障信託基金、基金に積み立てる給与税と歳入、それに対して支出がそれを引き下げる。連邦信託寄付法税を通じて給与税を社会保障は積み立てる。 典型的には、賃金回収のフィカ寄付金として2018年では、賃金の6.2%の税の支払いに対して、雇用主と従業員は共に責任を持つ。非従業員の構成員たちはその全体の12.4%に責任がある。1960年に計画に支払う勤労者の数は、 退職者あたり5.1人だったこれは2007年では3.3人に減り、そして2035年には2.1人に減ると見通せる。さらに、平均余命は上昇し続け、予定される給付を集める退職者は長時化する。連邦準備委員会議長バーナンキは、おろちに飲まれる豚のことわざのようにというよりはむしろ、人口の高齢化は、長期の傾向であることを指摘した。 基金からの支出が差し引かれる場合に、受け取られた社会保障の給与税と利息はその基金に積み立てられる。例えば、2016年では1月1日現在での初期の収支バランスは2兆7800億ドルだった。支出の7760億ドルが取り崩される中で、給与税での歳入7100億ドルと利息の870億ドルは2016年に、 基金に加えられた12月31日現在では2016年の収支バランスは2兆8010億ドルだった2008年から2010年にかけてのサブプライム住宅ローン危機による失業の増大は社会保障に積み立てる給与税税収の総額を著しく低下させたさらにその危機は見込みよりも多くの退職並びに無資格の給付の両方に対する 適用も引き起こした。所得格差の増大も社会保障計画の積み立てに影響を与える。センター法エコノミックポリシーリサーチは将来の75年間での社会保障の見込まれる43%の不足額に対する所得再分配の引き上げは責任があることを2013年2月に見積もった。自由裁量の計画は衰えるのに対し、 社会保障のための支出は GDP に合わせて増えると見込まれる。2010年における給与税での増税が GDP の0.6%から0.8%に相当する給与税課税基準の1.6%から2.1%までの範囲であることが来る75年間に対する財政均衡での社会保障計画が据え置かれる上で 必要であろうことを議会予算事務局は見積もった。給付に対する税収並びに利息の超過によって社会保障の計画はメディアにおいてありふれて報じられる。年間の連邦予算赤字の規模もまた引き下げる。例えば2012予算年度について予算上の赤字は11,513億ドルだった。社会保障と郵便は予算外とみなされる。 によって報告された540億ドルとは異なった CBO の勘定によって見積もられた624億ドルの余剰を社会保障を有し、そして合計予算赤字1894億ドルの結果の中で郵便は5億ドルの赤字を有することを CBO は報じた。この校舎の様子はメディアにおいて報じられた平凡なものの一つだった。関連形態は 社会保障論争の枠組みの一つの主要な部分の役割を果たす。その他の間で哲学的論争の主要な諸論点は含まれる。保守主義者と自由法人主義者たちは社会保障が勤労者から退職者へ資産を再分配させて、そして自由市場を迂回して個人の所有を低下させることを主張する。社会保障の所税は個人口座ができるのに対して、 将来の世代を受け渡しできないところのシステムへと支払われる。それによって富の蓄積が妨げられる。自由主義者たちは義務的な企業と幅広い計画を集中させるのを通じて政府が社会保険を与えるような義務があることを主張する。2004年の間、社会保障は退職したアメリカ人の3分の2近くのものの収入の半分以上で構成された。 6人のうちの一人に対して、それは彼らの唯一の収入である。保守的立場はしばしば民営化である。アメリカ合衆国以外に、個人的な勤労者たちのための個別口座を準備したところの国々がある。この個人口座は、勤労者に彼らの口座が投資されるものである保証についての決定における時間的余裕を許し、個人口座によって積み立てられた。 終身年金を通して退職後に勤労者に支払い、その基金が勤労者の相続人によって継承されるのを許すものである。自由主義者の立場は典型的に民営化反対である。民営化反対の立場を取るこれらのものはいくつかの論点を主張する。それは以下のことを含むシステムでの主だった変革の擁護者たちは社会保障が危機に直面しているから、 劇的な実行が必要であることを総じて主張する。2005年の一般教書演説で、ブッシュ大統領は社会保障が破産に直面していたことを表明した。2013年のワシントンの上院公演での決起集会で社会保障と老齢者医療保険制度に手をつけるなと記された標識を持つ、看護婦ノースカロライナ州立大学で高齢化問題を専攻する。 経済学者のロバート・クラークは社会保障の金融状態に関する政府のパネルの議長を務めている社会保障の将来の選択肢は明らかである。あなた方は増税かまたは支給の切り詰めをする。どちらも行う方法がたくさんあることを彼は言った。アメリカ議会予算事務局は2010年7月に75年間に渡る時平線で GDP のおおよそ0.6%であるところの保険経理的均衡不足における一連の政策の選択肢の効果を報告をした。AARP は定期的に社会保障改革の政策選択肢に関するそれの見解を出版する。2012年の10月の間に一連の改革の選択肢に関するそれの見解をまとめた。2010年3月に都市研究所は 不足額の低減計画のある見積もりに沿って代案の効果を見積もった。2010年2月18日にオバマ大統領は両党派による財政責務と改革に関する国会委員会の創設を義務付ける行政命令を出した。その委員会は社会保障の視力の持続を確実にすること、2037年にやってくると見込まれる22%カットを防ぐこと、 そして公平に負担を分配することを目的とする。2008年9月14日現在で、バラク・オバマは社会保障改革における予備的な見解を示した。彼が社会保障を強化する両党派からの議員たちと一緒に働き、そして中間層が増税もしくは支給規律目めから守られる中で民営化を阻止することを彼のウェブサイトは示した。現行のシステムは、 退職者の過去の賃金によって最初の給付水準を設定する。その給付水準は35年間の最高の年収に基づく。この最初の総額はその時年間の生活費調整の対象となる。最近のコーラは2007年では2.3%、2008年では5.8%、そして2009年から2011年にかけては0となっている。 CBO は2010年に退職年齢の70歳への引き上げは徐々に75年間の積立金の不足額を半減させるだろうことを見積もった。しかしながら退職年齢の引き上げは低所得の勤労者と思考業あるいは肉体労働をする者の,のこれらに不均衡な衝撃を与える。累進物価スライド性は低賃金のグループにおける 衝撃もしくは少ない衝撃をもって、高賃金のグループに対して、高ーや支給水準を引き下げる。コングレッショナルリサーチサービスは次のように報じた、累進物価スライド性は、賃金が増加する、要低所得者の主要な支給を指数付けして、物価が増加する、要高所得者に対する主要な支給を指数付けする。そして、賃金上昇と物価上昇の組み合わせとなる。 要中間所得者の支給を指数付けする。2015年の間、給与税は主に所得の118,500ドルにおいて、課税したそれの総額にわたる所得は課税されなかった。2011年におおよそ6%の勤労者は、この総額にわたり、所得を得た。この限度額により、高所得の人々は、低所得の人々よりも、低い割合を支払った,したがって、給与税は、 逆進税である。2013年ハーキン税2013年3月に上院議員トム・ハーキンは S567 ストレンソニングソーシャルセキュリティアクトオブ2013を導入した。その法案の支持者たちは残りの私たちと同じように社会保障の税のいくらかの割合を多く満長者たちに支払わせることによって、そして 社会保障の支給が計算される方法を変えることによって上院議員ハーキ金法案は世代に対する計画の解決策を保ったまま年間受け取り額あたり平均して800をもって社会保障支給を広げるだろうことを述べる。ピーター・ A ・ダイアモンドとピーター・ R ・オルザグは2005年の本セービング・ソーシャル・セキュリティ・ A ・バランスとアプローチの中で社会保障は主々の課税 出費調整、並びに一般的な基金が給与税から借り入れしてきたものによる処理の全身的な終了により安定にされることを提案した。これは社会保障に充当するような増加した収入を要求する。いくらかの秩序の社会保障の安定化計画を持ったものとしての彼らの計画では退職年齢の全身的な引き上げ、 国民が支払うべき非課税の上限の引き上げ、並びに、現行の12.4%から最大で合計15%までの非課税率のゆっくりした引き上げに頼る。2014年6月のピュー研究所の投票調査によると、社会保障の民営化は、その長期間の積み立ての問題の処置を取るようなことを何もしないことを、批評家たちは主張する。 一しい借り入れを必要とする民営の感情にそれることは現在の退職者に支払える積立金を引き下げうる民営化に反対するこれらのもののいくらかが将来において若い世代が保つよう約束することを現在の将来でたとえ合意しても過去の退職者よりもとても低い収益率を体験するだろう経済学を含まないけれども むしろ政府の役割であるところの独立した問題もある。現在シカゴ大学の大学院教授で保守的なノーベル賞受賞の経済学者ゲイリー・ベッカーは2005年2月15日の記事で書いた退職年齢と収入の決定における政府の役割を引き下げ歳入と支給支出の政府の会計を改善させる。民営化の反対者はいかなる民営化システムも陥るだろうところの 増加する管理費用も非難する。九百八十八年から九百九十三年にかけてイギリスで起きたように年金価格が報酬と職権を通して血を流すものにおいて不正直な枠組みが自国の買い手に変われうる。民営化がウォール街にとって棚からボタ持ちのような思いがけない中買い手数量をもたらし、そして管理報酬での数十億ドルをかき集める。 基金型投資信託の会社を招くことも反対者たちは主張する。一連の提案は7.5%案のような部分的な民営化を示唆してきた。ジョージ・ w ブブッシュ大統領は2001年の彼の大統領選の初めから社会保障の部分的民営化を論じた。しかし2004年の再選を勝ち取った後だけ真面目な改革の遂行において 彼の政治的資本への投資を始めた。2004年の大統領選挙の間に、ブッシュが社会保障の改革に言及してから、そして彼がそれを2005年1月の彼の全国テレビ中継演説で彼の2期目の間にそのシステムを部分的に民営化するよう働くつもりであることを明確にしてから、その問題において政治的過熱が浮上した。 自由論者のようなその他のグループが強く反対するものである政府による収入の再分配の形としてのそれを尊重する社会保障にジョージ・ W ・ブッシュがイデオロギー的動機において反対することを何某かの者は主張する社会保障の加入者の最初の世代はシステムへ支払ったよりもはるかに多くの給付を受け取ったから大きな増与を受け取ったことが主張されてきた この歴史的な不均衡と関係する機関は遺産負債という造語を生んだ。批評家たちは事業活動からの利益の代わりに後の投資家から集めた積立金から先の投資家が支払いを受けるところの社会保障の現金払い主義の積立の仕組みが一つの不法なネズミコートの類似性を有することを主張した。特に彼らは 新しい加入者の人数が減少するときに起きることを彼らが言うところの一つの持続可能性の問題を描く。アメリカ合衆国議会予算事務局、アメリカ合衆国財政改革委員会、アメリカ合衆国財務省アメリカ合衆国社会保障局、アメリカ合衆国連邦準備委員会、ありがとうございます。